はい、皆さんこんにちは、ジャンピングゴー。はい、今日はですね、エイシン君と一緒に久しぶりにまたタイマンバトルやっていきたいなと思いますね、はい。1ヶ月ぶりのタイマンということで、このマップで初めてになるかな、ね、チャプター1、フォートナイト王子になってから初のタイマンバトルやっていきたいなと思います、はい。しかも最初はここで戦おう、隕石の上、隕石バトルしましょう、いやー、パパこのシーズン9、10バージョンのマップになって初めて来たから、すげえな。結構宝箱あった。あ、さ、ここあれか、ポップ力状態なんだ。低重力だね。うん。あー、おー、ドラムガンがある。二丁拳銃落ちちゃった。まずいまずい。せっかくの二丁拳銃が。これは、エアストライク。エアストライク、いけない、来い。え？あれ？あ、ちょっと待って。うわー、どこで、あ、弱っ。エアストライク弱っ。あんな弱かったっけ。あれ、おお、ジェットパックだ。ちょっと待って、うわっ。待って、これこれ、ああああ、ちょっと待って。よし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 、もうジェットパックあのずるいな。しかもこれ加工できないけど、2位で下になんかあってください、お願いします。ちょっとこれきついね、資材がほとんどないね。いや、資材ないっていうか、ここ建築できないでしょ。できない、ほんとだ。できないんだ、ここ。てかさ、これ、ダスティーディポットでさ、もう一回隕石落ちてるのに、もう一回落ちてきたんだね、これね。混ざりすぎだね。はい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 、はい。どこどこどこ、まさに弾薬がない。ああ、え、待って、え、スナイパーないね、ない。やばい、やばいやばい、痛い痛い。あ、大根子、大根子。え、建築建築。あ、できない。ああ、エイムが合わないですそりゃそうだな、エイム合わないっすよ、これ。 OK、 じゃあ続いていきましょう、はい。ということで、エイシン君、ウォーミングアップいかがでしたでしょうか。ウォーミングアップほとんどエイム合わないっていうね。そうだね、うん、まあ1ヶ月ぶりだからしょうがないよね。もうすごいな、すごいことになってる。ゼロポイントが出ちゃってるよ。ああ、じゃあルトレックにいるんだね。あれ、こんなんだっけ。どうや、あの、だいぶ軸が歪んでるみたい。もうすごい違う。キューブの下に0ポイント出ちゃってる。かなりまずい状況みたいな。そうなんだ。おお、タクティカル SMG のエピックが出た。ああ。あすか、別にこ今はスタリーサバブスがないから。そう、ないんだよ。金のタクティカル SMG は出ないんだ。またジェットパックあった。あ、ジェットパックありがたいかもな。なんせほら、建築下手じゃん、バカ。あ、ストームフリップだ。もっとこう、もっといってしょうがないかもしれない。ストームフリップか。ストームフリップのダメージは5みたいだからね。うん。アンチ界耐久もできるもんね。あ、そうだね、できるね。お、ちょっと待って、インファントリーのエピック出た。うーわ、そっちゃった。それ一発40ぐらい入るよね、確か。これはでかいよ。まずいな、それはちょっと困る。まあ、せっかく今のね、このスキンはディンクスできてるということで、ディンクスの部屋にも行っておきましょう。そう、エイシン君はですね、今回ニューラリンクス、ニューラリンクスか。エイシン君はニューラリンクスで、私はですね、レネゲードリンクスできております。両方とも元リンクスは持ってないっていう。あ、イヴァンとやった。そうね、あの、この一つ目のアカウントでは持ってないんだけど、うん、これね、ディンクスの部屋ね、部屋というか作業部屋というかね。あ、ここでニャッスルも誕生した。おお、結構な、結構こうなれだな。あ、そうか、資材集めなきゃいけないんだ。パパいつもゼロビルドやってるからさ。ゼロビルド感覚でしたか。そう、今回はあの、完全にお二人ともですね、あれなしね、ハンデなしということで。はい、レベル上がりましたが、多分意味ないでしょう。チャグチャグが頻繁に出てくるね。そう、ストームフリップはそこに一回投げてみようかな。チャグチャグも出てくるけどさ、チャグスプはあるよね、うん。おお、久々に見たバトルロイヤルで、どんだけ広がるのこれ。ああ、そこまでか。結構でかいんだよ、ストームフリップ。エシン君はポータント OG やんの初めてだっけ。いや、何回かやったか、うん、もうレベル25は。あ、そうなのね。そっかそっか、じゃあ別にあれか、1ヶ月ぶりじゃないのか。そういや、タイマンは1ヶ月以上あるけど。ああ、何気にやっていたということですね。あ、ボーラー、
これ充電式なのかな、まだこのボーラーは。充電式というか充電できないけど。え、またなんか出たけど、サイレンサー付きアサルト、エピック。あ、今日パパなんかすごいな、運がすごいな。よかった。あ、ちょっと待って、うわ、マジで近接センサーグレネードランチャーのエピックなんですけど。近接センサーか。あー、ボーラーね。え、やっぱこれ充電かなりすぐ減るくない？いや、ボーラーあるのはいいけど、充電。あー、そっかそっか。充電が貧弱だな。弱いタイプの。まだ治ってないんだ、これ。昔はなかったよね。昔は無限だったっけ、ね、お、ラマちゃん！動かないラマ。動かないラマ。いいな。まだ合ってない。ストーンフリップか、これが。ということで、今から、例の球体に、ゼロポイントに突攻。でーい！うわ、すごい強い！めっちゃ強いよ！インファントリー、決勝で84も入ったけど。やばい！ゼロポイントにくっついた！綺麗！めちゃくちゃ綺麗！これが何も傷がついてない状態のゼロポイントが。おー、こんな間近で見えんのすごいね。最高だね、これね。大丈夫なのかねって心配になっちゃうね。まあ、でもワンタイムで何かし、あーそっか、ボーラー乗ってっから。どこ行った？でもなんか、ゼロポイント昔みたいにさ、入ったらどうにかなるみたいなのないんだね。あ、なんか入んなかった？うん。そして武器が貧弱っていう。武器は強いよ、パパ。おお、ヘビースナイパーライフル、やばい、いいねー。で、あとはもう行きたい場所は一つだな。いや、せっかくだからスローの音声力も聞いときますか。あ、聞いといて。じゃあ音声力を聞きたいと思います。ジョーンズ、こちらスローンよ。このメッセージはもう何度も残しているはず。だから単刀直入に行くわ。無数の人生を過ごしてきたけど、今後どうなるのかがわからないのはこれが初めて。二人とも未知に突入するのよ。この私とそのあなたはこれでお別れよ。でもまた会うでしょ。まだ現実は話してくれない。先を出さないように、ジョーンズ。どこへ、そしてどの時代へ行こうとも。やっぱどうなるかわかんないね。もうなんだろうね。このチャプター1のままであってもいいと思ってしまうんだが。うわ、スカー出ちゃったな、これ。いや、スカーはいらんわ。スカー欲しいけど。いや、金スカーだよ、でも。あー、もらっちゃうかな、どこから来ちゃうけど。お、ガラクタ裂け目だ。ガラクタ裂け目。うわ、迷う。持ってっちゃおう。2個しかないのが一番不安だな。え、まだルートリックのど真ん中に補給士出てくるの。あ、跳ね返されてる。何が？飛行機の弾、補給物資ダメなんだ。え、じゃ来てんの、パパ。まずいまずい。ボラ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 、乗れた。うわ、いる。いや、あれまずいな。めっちゃ跳ね返されるけど。どうぞ。くれ！うわ、うわ！やっぱ強いね。さすが怪物ライフルだね。どこいんだ？あ、ここか。それで落としてあげようか。落とすと落下ダメージ食らっちゃうね、多分それ。あ、もうダメだ。大丈夫よ、パパ、あれがあるから。ジェットパック。もうインファントリーライフルも捨てます。また攻めた？いない。あ、いた。ボーラー落としちゃえば落下ダメージ。あっ、おっと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 。なんで！おお、びっくりした。焦った。あったかと思った。焦ったよ。水だったからかな。水だ。でも水、水この時代の水って思いっきりやっかいし食らうよね。あ、待って、ちょっと、バーブッシュ！よーし。うわぁ！うわぁ！すごい抜け出され方したな、なんか。怖っ。上行ったかな？上行ったっぽいな。
あ、いた。うわ、いた。何す、やったね、逆に。もうなんかヒゲつきが、この前ヒゲついてる。なんでヒゲつきのモアイなんてあったの。いやー、痛かった、今の。あ、デュアルピストル。で、パパは、あ、補強車開けられた。まあいいや、これで僕も全部びっくりしてた。マジで？あ、また来た。すごいね、頻繁に来る。で、このもう死にかけのボーラーに乗って、あ、なくなりました。なくなった。早すぎ。何がなくなったの？あ、エネルギー？さっきの。あ、めっちゃある。あ、ちょっと待って。よしよし、補給があった。あのさ、ゴルフカートにまさかのさ、ダメージ食らったんですけど。18ダメージも食らってんだけど。うお、逃げろー。うわー、当たったな。おい、当たった当たった。痛い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 。あー、そっかそっか。インファントリー10発か。まずいまずい。怖い音だな。いや、これはどうだ。わ、あ、そっか、これスコープ覗けんのか。ね。あ、いや、いたいたいた。うわ、怖っ怖っ。うわぁ、よし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 。まずいまずい。まずい。ああ、パパも落下ダメージ食らっちゃった。ああ、体力回復がないのが一番まずいな。うわぁ、ああ、もう弾がない。そういう時のためにこれがあるんだよ。おい、痛い痛い。え、どこどこどこ、そっちか。あれ、よしよしよし、いいね。ガラクタ先に強いじゃん。ああ、どこどこ、なんでそっち。え、さっきはここいたよね。移動してるからさ。あれ、ヘビスナってこんな弱かったっけ、タイムズ。いったい。よしよしよし、せっかく回復したのに。おらおらおら、おお、怖い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 、それが一番怖い。よし、テイク。危ない、やばい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 。なんか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 落としたなんか落としたなんか落とした。うわあ当たった。何が当たったの。やった、ガラクタ先命中。やったー、一番当てたかったやつを当てれた。で、ババアそこにいる。インファントリーが一番厄介いってる。うお、怖っ。痛い。よしよし。あ、困る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 。うわ、まずいな。うわ、ストームこんなとこまで。オッケー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 。あの上か。木の建築。うわだしまったー、当たった。いやー、これは仕方ない。やったー、いやー、素晴らしいヘビスナだ。いやー、そんな一発で当てられると思わんかった。ヘッドショット、ヘッショ食らいました。うん、ということで、今回はまあ1対1っていうことかな。はい、久しぶりにエイシン君とタイマンバトルやってみましたけど、はい、チャプター1はやっぱ楽しい ね、うん、次のエイシン君のタイマンバトルはおそらく次のチャプターになって、ね、年末になるんじゃないかなと思いますけれども、ね、まあ、また楽しみにしていただければなと思います、ね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントで応援いただけるととっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバイ。